にぎやかだな。すみません。何、ワコード同士打ち解けて何よりだ。それに教官同士の結束も良きことだろう。どうやら次の演習地はさらに厄介な場所らしいからな。待たせたな。ミハイル教官、お帰りなさい。え、君は何だ。出張ご苦労、ミハイル主任。そして殿下、ようこそおいでくださいました。いえ、突然の訪問申し訳ありませんでした。トールズ士官学院本校所属、セドリック・ライゼ・アルノールです。この度は士官学生としてではなく、皇族アルノール家の人間として状況説明に参上しました。リンさん、そうですね、昨年末の北方戦役の殊勲式は不在で申し訳ありませんでした。アルフィンから話を聞いて悔しい思いをしたものです。
リンさん、よかったら少し時間をいただけますか。これまでのこと、これからのこと。あの時のことは今もはっきり覚えています。グレンの魔王と一体となり暴走してしまったこと、そして青の鬼神の胸を貫いてしまった時のことも。開炎校の協力者とはいえ、二人は力を尽くしてくれました。特にクロウさんは命がけであなたの道を切り開き、暴走を止めてくれたんですよね。その結果、クロウさんはずっと悔やんでいたんです。あの時僕に力があれば、何者にも屈することのない揺るぎない力があれば、開炎口に利用されず魔王に取り込まれることもなかっただろうにと。殿下。ですが今年僕は改めてトールズに入学しました。真理国家の礎たる人材を育成するため生まれ変わった本校に。これでも首席で合格したんですよ。それは素晴らしいですね。両陛下やオリバルト殿下、アルフィン殿下も鼻が高いでしょう。いえ、まだまだです。もっともっと強くならなければ。僕の弱さのせいで傷つく人をこれ以上出さないためにも。ああ、そうだ、そのためにも僕は。殿下。ですからリンさん、次の特別演習が終わったら本校に移ってもらえませんか。え、第二分校は悪くない環境ですが、それでも本校の二軍でしかない。今年の本校は前途有望な候補生も多く、設備や教官陣もはるかに充実しています。若き英雄たる灰色の騎士が指導するならどちらがふさわしいか議論するまでもないでしょ。それはできません。え、自分には新たな7組をはじめ分校生全員を指導する役目があります。まだ着任して2ヶ月足らず、放り出すわけにはいきません。ですから申し訳ありません皇太子の頼みであってもですか。恐れながら陛下の勅命であっても言えなければ。例えばこちらの指導の合間に本校の指導をしに行く、そんな形ならばお引き受けしますが。納得できませんね。で、殿下。来ると言うのにアルティナまで。いやあ、来ると
久しぶりだね。え、半年ぶりか。会えて嬉しいよ。でもまさか君が第二分校なんかに入ってしまうなんてね。殿下、本当に殿下なのですよね。結構背が伸びたから驚くのも無理はないか。まあ君の方は君の方で大変だったみたいだからね。長きにわたる皇族守護職からのバンダール家の解任、ショックだったのはわかるが、だからといって本校への入学を辞退することなどなかったんだ。ちょうどいい。君もリーンさんと共に本校に移ってくるといい。そして望み通り、僕の護衛を務めながら切磋琢磨してほしい。政府の決定ごとき僕の一存でどうとでもできるからね。ちょっと君、何様のつもり？なんか似た制服を着てるけど関係者なわけ？いや、ユナ、トールズ本校の制服ですね。こちらの方はセドリック・ライゼ・アルノール、ヘレボニア帝国の皇太子殿下であらせられます。え僕の顔を知らないとは。外国人か族州民なのかな。クロウサギのお嬢さんも久しぶりだ。君の話はレクター少佐やルーファス教から聞いているよ。まあリーンさんが本校に移ったら君が移ることも認めてあげよう。はあ、本校に移るって何それ。返事は後日、改めて聞かせてもらいましょう。いい返事を期待していますよ、リーン・シュバルツァー教官。僕は夢でも見ているのか。